大好き僕のラジオ。皆さん明けましておめでとうございます。本年もどうぞクルーズソフトチャンネルをよろしくお願いいたします。というわけで2023年1月1日になりましたね。皆様お元気でしょうか。今日はね、スピンオフではないけども、まあね、ちょうど日曜日が、1月1日だったので、ちょうどラジオのね、毎週の公開する日と重なったので、まあ、新年だからね、こうビシッと、ね、こう、スーツとか着てビシッとやるのと、まあ、新年だからちょっと緩くてもいいじゃないかとね、まあ、両方意見としては分かれると思うんだけども、ちょっと後者の方にね、ちょっとね、こう、緩い感じにね、してみようかなというふうに思ってます。というわけでね、今日はちょっと飲みながら、ちょっとお伝えしたいなと思います、いろいろね。私がね、まあ、いつも飲んでるビール、最近ね、週に1回ぐらい飲まないけど、これね、ご存知の方もいるかもしれませんけどもね、このパーフェクトサントリービール、糖質ゼロね。やっぱりダイエットは一応終わったけども、まあ、僕もさ、今年実は48歳ね、いわゆる年男、うさぎ年なんですよね。だから年男で、まあ、12年に1回しかやってこない年男でね、やっぱ大事に過ごさなきゃなと思うんだけども、やっぱもう48ですよ。見た目はね、やっぱ若いってよく言われる。すごく、結構本当の年を言うと、実世界では、びっくりされる方も多いんだけど、本当48歳で、やっぱりいろんなところさ、おっさんですよ、言ってみたらさ、だからやっぱ糖質も気にするしね、やっぱ脂っこも食ったら、やっぱ翌日ちょっときついなと思うしさ、というわけで、ちょっと一回ね、開けましょう、飲みますよ、ということで、皆さんもね、飲める方がいたら一緒に飲みながらね、見ていただけたらと思いますけども、本当に2023年、おめでとうございます。乾杯。ね、ビールは美味しいね。僕お酒はね、その20代とかって本当ビールしか飲めなかったんだけども、30代になって、まあ、そのある人とこう知り合いになって、まあ、その人すごく飲むので、まあ、日本酒とか最初ほんと日本酒なんか飲めなかったんだけども、その人に、ね、教えてもらって日本酒もいけるようになったし、まあ、ワインも得意じゃなかったけども、その人に教えてもらって、まあ、ワインもいけるようになったな。で今はブランデー以外だったらいけるかな。ウイスキーも普通には飲んでますし、ハイボールはね、ちょっと苦手。悪酔いするイメージだから。アルコールと炭酸、ウイスキーって結構度数高いからさ、まあ、薄くすればいいんだけど、あんまりハイボールが美味しいというふうに感じないので、まあ、ウイスキーはロックで飲むのが多いかな。それかストレートでちょっとずつチビチビって感じですね。ブランデーがちょっとあまり良さがわからないって感じなんだけど、まあ、ビールは本当によく飲みます。やっぱりこうね、年男だからね、今年は、なんだろうな、12年に1回しかないわけで、まあ当然神社にはね、会社の祈願とか、祈祷しに行くので、まあ北海道神宮、北海道有名な北海道神宮に行くんだけども、ね、うさぎ年っていうことで、うさぎ跳ねるっていうのが相場の格言で、まあちょうどね、いい格言なんだよね。去年の虎はな、虎千里走るって言って、まあ千里走るんだけども、走って戻ってきちゃうってことで、まあ、まさにその為替相場なんていうのは、ドル円すごく上がりましたね。151円ぐらいまで、こうね、円安が進んだけど、最後ヒョーンとしてきて、まああれ、未だにさ、なんか円安言ってると言いますけども、円安のトレンドはもう終わりましたよね、とっくにね。で、まあ、その業態によっては、仕入れ価格のさ、ドルと円の予約のね、関係で、まあ、円安の形で物を輸入してきてるから、値上がっちゃってるんだという人もいますけども、基本的に今円安だっていうのはあれは僕はどうかなというふうに思います。なんでかっていうと、今ドル円で131円とか2円ぐらいなレベルなのレートなので、トヨタとか、日本のね、その国内の主な自動車会社が前回の決算で想定為替レート発表しましたけど、135円とか6円つけてましたね。なかなか渋いとこつけるなと思ってましたけども、今ここで見てみるとだ、もう今足元131円とか2円になってるから、もうね、円安効果吹っ飛んでるわけですよ。だから円高とか為替差益じゃなくて差損側に倒れちゃってるので、だから今回今12月で閉じられた期がクォーター3ね、 Q3 が、みんな2月15日ぐらいをめがけて決算発表これから出てくるんですけども、その時のやっぱり為替の差損出てると思いますね。だってみんなあの時はね、相場が151円とか言っちゃってたから、ね、うちの会社はね、想定壊せると135円でっていうね、結構あの時でも、まあまあその余裕はあった、全然余裕だったけど、今もう余裕なくなっちゃったからね、だから、ね、円安効果も吹っ飛んでんじゃないかなっていうふうに思います。で、あと、まあ、ちょっと今日一応ね、ニュースもね、見てみたいなと思うけども、ニュースね、あんまないんで実際ね、ほんとね。だからちょっとこのまま今日ね、このジングルなし、ジングル途中のなしでもうこのまま行きたいと思うんだけども、
まずね、ちょっとニュース見ましょうね、したらね、ちょっとニュースね、ちょっと今日別の方法を使うんで、久しぶりにね、このロジクールのリモコン出してきましたけども、つんのかな、これ。でね、まず12月26日の、月曜日ね、この日、ちょっと待って、トヨタ自動車が、2022年の世界新車販売台数ね、なんと3年連続で、世界首位になる見通しになりましたということで、おーというわけで、これまあ、26日に発表してまして、まあ、1から11月のね、トヨタの世界販売台数が前年同期比横ばいの956万台、まあ、956っていうと、まあ、ポルシェだよね、もうグループ C からの最高峰ですけども、まあ、それどうでもいいけどね、956万台でしたということで、まあ、2位がフォルクスワーゲンなんだけども、まあ、ワーゲンがこれ抜くためにはもうこれまでの3倍ぐらいのね、月の平均生産作んなきゃいけないということで、まあ、実質無理でしょうというか、まあ、完全に無理でしょうということで、まあ、トヨタの収益確定ですよというわけで、まあ、トヨタの、ね、世界販売3年連続の首位ということで、本当おめでとうございますというわけですね。これ1000万台12月になれたらいきそうな勢いですけども、すごいね、このコロナ禍の中で本当よく作ったなという感じがしますけども、ただその昔さ、僕も子供だったけども、日米アメリカと日本のこう通商摩擦問題があって、アメリカの車がすごい、日本の車がバーって作って、日本で車バーって作ってアメリカに持ってったわけです。アメリカに輸入したわけね。そしてアメリカはさ、日本の車作りすぎだと、お前ら売りすぎだと、いい加減にしろっていうことで圧力かかって、その日米の貿易摩擦があって、みんなでカローラをハンマーで叩いたと、そういうね、こう黒歴史があるんだけども、まあ今だとさ、これアメリカは怒りませんね。トヨタがこんなにバンバン作って、お前たち車作りすぎだぞと、ね、うちのアメリカのね、シボレーも買えと、そういうこと言わないじゃないですか。これ言わないのは、まあ、時代がもちろん変わったっていうのもあるし、まあ、今は中国がね、その力を増してきてるのでっていうところもあって、これ情勢が当時と変わってるから日本叩きが起こってないけども、これ僕はそういうふうには見てなくて、まあ、トヨタが売れてるのは、これもちろん世界で一番売れてるっていうのは、僕はなんか、まあ、すごいと思うんだよね、すごいと思うんだけど、これはちょっとなんていうかな、実はアメリカはもう完全に EV にシフトしてるし、でメアリー・バーサラーさん率いるGM もね、本当に EV だということで、だから今現在は痛みを伴ってるわけです。車が台数を追いかけることはやめたって言ってるんですよね。だから本当に今は台数を追いかけるのやめて、足元は EV っていうところで、みんなこう EV の黒字化っていうところに本当に着手してってるわけ。だから選択と集中ってよくさ、こう経営の中で言われるんだけども、選択と集中したわけで EV に。で、かたやトヨタっていうのは全方位戦略ね、聞こえはいいですね、全方位戦略。だから人間っていうと八方美人で調子がいいとね、そういう人いますね。いやでもそれ言われたら、僕も八方美人で調子がいい方だったかもしんないな。割とそのみんなに対してこうほんわかして、愛想よく振る舞ってた感じでしたから、なんとも言えないんだけども、その八方美人で調子がいいのは、そのうまくいってる時はいいんだけど、なんかあいつすごい誰に対してもヘコヘコしてるよねとかね、なんかあいつみんなに対して調子いいこと言うよねとかいう、なんかこうね、ぴょんとこうなんか隙間を突かれると、ガタガタガタって崩れていくわけね。それ僕の経験談でもあるけども、だからそのなんかこうね、調子がいい時はいいんだけど、全方位戦略も、やっぱり、本当に鉄則は選択と集中。何か一つに選択をして、まあ、そこに対して集中砲火かけるっていうのが、やっぱり一番グイッと伸びていくので、他の他社さんのね、自動車会社さんはみんなそういう風に選択と集中を行って、今痛みが伴ってる中、だから数字なんかどうでもいいんだっていう中で、トヨタが3年連続1位ですよってことで、これはなんかね、僕ね、実はちょっとこう、うまくいくといいけど、これ結構危ないんじゃないかなっていう感じが実はしていますということですね。で、続きまして、この日、日本車の乗用車メーカーですね、8社が、国内の乗用車メーカーですね、11月の世界生産発表してまして、5% 減でしたよというわけで、6ヶ月ぶりにマイナスになってますということで、これあまりね、いいニュースとか元気じゃないニュースなんだけども、まあ、メーカー別にね、見ると結構、明暗が分かれちゃった感じなんだけども、まあ、あと海外で生産をね、増やしました。トヨタは 1% 増でした。83万3千台、ね。この中でよく作りましたと。で、あとはインドなんかでね、インドの車っていうのは別にインドのディスってるわけじゃないけども、やっぱり半導体がゴテゴテついてるような超高級自動車、もう超何でもできますっていうね、その電子機器、電子デバイスバンバンついてますみたいな、そういう車じゃないから、あまり半導体を使わないね、済む車を作ってインドの生産を増やした鈴木が 5% 増。
5% 増だからね、鈴木ね、これすごいよね。で、一方で日産は 23% 減の24の寸大でしたと。あとは、半導体不足の三菱自動車も 13% 減でしたと。で、ホンダも 12% 減でしたということで、まあ、結構明暗が分かれてて、トヨタと、まあ、鈴木が非常に良かったんだねっていうところでね、鈴木の車自体って日本でもその割とそのね、鈴木の車で500万円とかないじゃないですか。で、そのもうちょっと廉価で買えたりね、軽自動車なんかが主だったりするんでね。なのでそういう、あんまり半導体使わない車がね、非常に盛り上がりましたよっていうことでございますね。で、続いて27日だ。日産自動車、日野自動車ですけども、まあ、これね、各分野に最高責任者を置く、チーフオフィサー制度、CEO とかね、チーフエグゼクティブオフィサーとかさ、COO、チーフ、なんかオペレーティングオフィサーか、要はその、なんかその C なんちゃかなんちゃか O みたいなさ、あの系統のああいう体制にすることにより、2月1日付でね、今度の2月1日付で、そういうふうなチーフオフィサー制度を導入して、幹部数を、3分の1にしますということで、ね、こちら発表しました。荻曽社長が発表しましたけども、いやー、これはね、もう、日野っていうメーカーは、もう皆さんも本当ご存知だよね。僕もご存知っていうか、知ったニュースとかで読んでると、かなり、その上層部というか、上層というか、その、年を、その、年配の方々がかなり腐らせてきたんだなっていうのを、皆さんも垣間見ましたよね。試験不正で、そんなことやんなくてもいいよと。ね、しなくていいんだな、みたいな、そういうこと、なんかこう、公表しない、上には逆らえない雰囲気みたいな、本当に、超腐った組織だったと思うんだけども、それをね、幹部数3分の1にすると。これだってもう、やっと逃げ切れるからと。俺、来年退職だぞと。やっと逃げ切れるぞっていう方々、もうブーブー文句言ってますよね。で、まあ、歴代の幹部にもね、こう、なんかこう、保証させるみたいな話もありましたけども、いや、こちらはね、まあ、小木曽社長には頑張ってほしいと思いますけど、これ、実際問題、ここのね、3分の1に減らされる側だよね。3分の1に減らすんだからさ、3分の2がいなくなるわけじゃない？その3分の2に入った幹部たちはさ、なんかもう、ね、こう、なんか面白くないもんだからさ、ね、こんなので死ねば、もろともだみたいな感じでね、いろんな、ね、ことをね、こ, うね、これまでの悪事なんかもね、ボロボロ出てきちゃったりなんかしてね、まあ、それはそれで、外野としては面白いよね。中にいる人たちは本当に必死だよ。だって、やっとさ、ね、幹部になってね、こう、踏んずり返って、こう、踏んずり返ってね、お前らそんなのやんなくていいぞ、みたいな、踏んずり返ってたのが、ね、やめさせられるっていうか、減らされた後さ、どこのポストに行くのかなっていうところがちょっと気になりますけどね。いや、本当にこういうところでさ、大きな企業に入ってさ、本当は、誰しも一人一人はさ、本当にいい人だと思うんだよね。悪さなんかする人間じゃないと思うけどさ、こう組織って入るとさ、組織が腐ってくるね。最初はさ、いや、こんなことやっちゃいけないんだ、見て見ぬふりしちゃいけないんだと思っても、何発もやってたらさ、慣れてきちゃうもんね。そのぬるま湯というか、そういう温度感にね、慣れてきちゃうから、いや、これはちょっとかわいそうだなと思いますけど、でもね、ね、いいじゃないですか、これでやってください。で、28日の水曜日、この日は、資源エネルギー庁ですね、レギュラーガソリンの店頭価格全国平均26日時点を発表しておりますということで、前週と比べまして 0.2 円、今度安くなりましたというわけで、リッターあたり 167.9 円でしたというわけで、まあ、値下がりが2週連続なんだけども、なんか 0.2円上がって、0.2 円下がって、0.2 円下がってみたいな感じだから、本当に横ばい、ここでピエーって横ばい、鳴らしたらピエーってなってますから、まあ、これはさ、どこで入れてもまあ、しょうがないね。まあ、みんな年末だからきっと、ガソリン入れた方多いかなと思いますけども、まあ、来年とか今年か、今年は不況になるって言われてるので、原油価格的には多分安くなる方向、教科書的に言うと不況だから、原油価格は安くなるんじゃないかなと思われるんだけども、ちょっとわかんないね。WTI も上がってきてるのでね、ここは、日々ウォッチしていくしかないな、原油はね。だけど僕は今年は、原因はちょっともうちょっとね、攻め込みたいなと思っています。でだ、木曜日どこにありません。まあ、細かいのはあったんだけども、あんまり面白いのがなかった。で、金曜日、中国でね、これなんかこの広州モーターショーが開幕したんだけども、何もこんなさ、年末のさ、年越しだっていう時にモーターショーを開催することないんだと思いましたけども、まあ、今回ここでいろいろ発表があったんだけども、まあ、業界だったとしても、中国のね、この、車買った時の減税策がこの、12月で終わっちゃったんだよね。だからそのいよいよこの2023年の中国の市場成長は、まあ、22年比去年と比べたら 3% ぐらい増えるんじゃないかなって言われてるんだけども、
もうちょっと厳しい見方があって、ゼロ成長だって言われてることもあるんだね。だから中国では去年とか結構 EV 売れたし、そのやっぱり減税策が結構効いてたんだよね。で、中国自体が結構リスクが多くて、で、コロナ患者もさ、これまであのね、ゼロコロナってので縛りつけてたけど、まさかのね、中国のね、共産党を批判するようなやつも出てきて、うわーっとこうね、白い紙を持ってさ、こう抗議活動とかあって、中国って絶対政治の話しちゃいけないわけ。抗議活動なんかしたらね、縄で縛られて連れてかれてさ、もう二度と会えないみたいになっちゃうから、それがみんな黙ってたんだけども、いよいよそういうね、住民たちが、もう国民たちが立ち上がってさ、共産党、あのね、習近平体制がね、3期目に入りまして、もう本当にね、勘弁してくれっていう形の意見も出てきたりとかして、もう大変な状況の中で、まあ、今回こうなってしまって、まあ、で、ゼロコロナやめると、ね、緩和するぞってなったら、今度はさ、中国って中国製のワクチンを売ってるもんだから、あんまり効果がないワクチンなわけだよ。で、そこで大量にね、なんか、片や、なんか、どっかのニュースだと100万人なんだかそうだったかな、なんか100万人ぐらい1日で感染しましたみたいな話もあって、だけど、中国の当局としては、今日のね、コロナ感染者は2467人でしたみたいな、その、で、ある省は100万人も感染してんだっつうんだけど、で、本部のね、本体の方はね、2007年だっつって、本当に、ね、情報公開は嘘だから、嘘臭くて信じられないから、日本政府としてもね、決めましたね。中国から入ってくる人たちに関しては、緩和策は取らないと。ね。中国から来る人たちにとってはもうね、PCR 検査もさせるし、何日間もね、隔離するし、みたいな感じなことやって、これはね、岸田政権としては良かったけども、岸田政権ももう本当にね、ちょっとしょぼくてね、年末にまた大臣辞める羽目になったりとかね、なんか幹事長のやつ、なんかね、条約の、官僚の人も辞める羽目になったりとかしてね、まあ、いろいろね、あって、もしかしたら本当にね、やばいのかなと思いますけども、まあ、そんなわけで30日のね、公衆モーターショーがあって、トヨタなんかも結構出品していて、だからトヨタのさ、関係者の方とか年越しもなくね、上海、広州モーターショーに行ってさ、だから出展されてるのかなと思ったら、本当にね、お疲れ様でございますというふうに思いますね。で、大晦日の日は特になくて、今日ですね、今日も特にございませんというわけで、明日箱根駅伝があるから、箱根駅伝ってさ、伴走車ね、トヨタの車使うじゃないですか。で、去年とかだと、いち早くね、ノア僕が、こうね、各チームの監督乗っけたね、こう、車になってましたから、もしかしてさ、新型プリウスとか出てきたりするのかな、明日ね。それはそれで面白いなと思いますしね。あとはね、秋葉社長の専用車ですね、GR センチュリーだっけ。ね、出てきますし、あの辺がね、また楽しみだなというふうに思いますねってね。そんな感じな、1週間でございましたけども、まあその、まあ、28日の日にね、国内 の自動車の生産販売台数が、国内の、大体この2020年、去年何台生産できたのかなっていうので、420万台ぐらいになるんじゃないかっていうね、発表がありまして、結構その、420万台っていうのは東日本大震災の時に本当に苦しんだあの時よりも生産が落ち込んでしまうような勢いで、結構その、まあ、サプライチェーン網がね、崩壊してしまって、やっぱり2023年今年も、まあ今年の年末ぐらいになってもようやく買いね、うまく回ってくるのかなっていう状況で、やっぱり今年もね、半導体不足とかサプライチェーンなんていうのはきついなと。だけど半導、去年よりはね、作れる量が多いので、軒並み数字はプラスになってくると思うんだけども、完全に正常化するには今年いっぱいかかるんじゃないかなっていうのがね、大筋の見通しでございますね。そういう流れでございました。ね、皆様、本当に2023年始まったばっかだからね、本当車に関してはどうなるか分かりませんけども、いい1年を過ごせるとな、いい、車関係の方ね、お仕事の方もいらっしゃると思うので、いい1年過ごせるといいなというふうに、ね、本当に切に思います。やっぱりね、車はやっぱ、買って嬉しい、まあ、乗って嬉しい、まあ、維持して嬉しいっていう、こう三拍子揃うのがね、いいのかなと思いますし、やっぱりカーライフをね、快適に過ごすには、僕、これ最初の頃に言ってたんだけど、まあ、若者たちには、やっぱり、なんていうのかな、まあ、パートナーがいるといいよね。自分でさ大好きな車があって乗って楽しいのもいいんだけど、やっぱり助手席に乗ってくれる人も大事なのと、一緒にそのカーライフを応援してくれる、まあ、パートナーがいるといいなと思う。あとは結婚したいなって意識されてる方は、まあ、選んだ方がいいよね、これね。車好き、趣味を共感できる奥さんがいいのか、奥さんというかパートナーがいいのか、まあ、趣味はお互い別々でいいと。だけど自分が車好きだよっていうのは理解してほしいなとか、そのなんかそのね、やっぱ結構やっぱその
結婚とかしたり、まあ、子供とかできたりとかすると、まあね、車を、まあ、一回手放さなきゃいけなかったりとかね、その大好きな車ばっかりでお金もかけてられないっていうのが必ずそういう状況になりますし、まあ、仕事なんかもね、まあ、転職とかきっとこれからされていく方もいらっしゃると思うし、僕は転職は3回したのかな。だから結構転職経験はあるね。だから転職って結構大変だったりするけど、今はなんかね、アプリでできるっていうからさ、大したもんだなと思いますけども、あの、まあ、そんな中でやっぱパートナー選びも大事だなと。だからカーライフって結構ね、じゃあ仕事がうまくいかないから車に逃げるって人もやっぱいるわけよ。あの、結構その運転が荒い人とか、なんかそのね、自分は大したことない、こういうこと言っちゃいけないけど、まあいいかしょうかだからね、自分は大したことないんだけども、ちょっといい車、そのまあなんか割といわゆる高級車とかに乗って道路上で偉そうに走ってるやついますね。あれきっと仕事がうまくいってないんだねっていうことで、やっぱその何かが欠けてると、どっかこっかにさ、その車に依存しちゃったりとかするので、うまくその車って依存しやすいと思うんだよね。特に男の人はね、俺の車っていうことでさ、車自身が俺自身みたいな感じで、それはそれでまあ楽しんでればいいけど、やっぱどっかこっか心の辛さとか、実はね、こう血を流してる状態なんだよね。それを抑えても止まらなかったりとかする中で、自分の気持ちをなんとか車でね、普段仕事とかでね、承認欲求を満たされないから、ちょっとね、そのコア表の車だったりね、いわゆる高級車っていうのを乗ってね、そこで偉そうにして、どうだと、俺はこんな車乗ってんだぞベイビーみたいな感じで偉そうに踏んでる回転乗っちゃったりとかして、まあ、それでバランス取ってるっていうのはちょっと悲しいと思うので、仕事も充実してるし、プライベートも充実してると。でね、パートナーとかそういうね、信頼できる、人間関係もあると。でそんな中でカーライフって楽しいんだよっていうところで、やっぱりそのこうね、六角形の分析でいうと、やっぱ必ずこう綺麗に六角形描けるようなバランス体制になってると、車も楽しめるんじゃないかなっていうふうにね、あ、本当余計なお世話だと思うけどね、まあそういうふうに思います。というわけなので、ぜひね、2023年楽しいカーライフをね、送ってほしいなと思います。今日はちょっとね、こんなね、感じの緩い感じなね、ラジオでございましたけども、来週からはまたね、いつも通りのね、平常運行に戻したいと思います。正月なのでね、ぜひね、ゆっくりね、過ごしていただいて、まあ、お酒も飲んだりとかしてね、ぜひ、楽しい2023年、飾ってほしいなと思います。それでは、本年もどうぞよろしくお願いいたします。また、来週。